石崎美穂です。今日もね桜の花を撮っていこうと思うんですけども、こういうね道路沿いのね、普通はお花見をしないようなところですね。で今ね、とにかく世の中ね、人混みに出歩かないようにっていうところで、普段行かないところでね桜を撮ろうということなんですよ。でね、今日使うのはですね、随光 200mmF4 というね望遠レンズですね。でこれがね、オリンパス EM1 マーク2についているので、35mm 版換算 400mm の超望遠ズームとね。ですからこう桜をね遠くから超望遠で、ね切り取ろうとね、いうコンセプトで撮っています。これ1本で撮りますね。これね、引き出し式のフードがついててね、金属製のねマニュアルフォーカス用のレンズで、オリンパス OM マウントですね、フィルムカメラのオリンパス OM マウントを、アダプターを介してオリンパス EM1 マーク2につけてるとね。でこういう装備なわけですね。でまずね、皆さん今見てるのが iPhone の 28mm 相当の画角ですけども、この真ん中をねこの 400mm 相当の超望遠で切り取ると、はい、こんな風になりましたけども、全体が桜で埋まってると、ね、そういう画面作りにしていましたけども、これね超望遠レンズの効果、圧縮効果なわけですね。でね、こっからねちょっと位置をずらしてですね、ちょっと下がって、それで、この辺からカメラを構えてですね、でそうするとね、はい、こんな風にね通学路の交通標識が手前にあるので邪魔に見えるんですけど、これをねあえてこうど真ん中に入れて手前をわざとぼかして、撮ってみたというわけなんですね。それでね、こっちにね信号機があるんですね。でね、この信号機と桜っていうのを一緒に撮るとね面白いかもと思ってですね、それで撮ってみますけども、はい、こんな風に信号機と桜ですね、なんか妙な組み合わせですけど、桜だけ撮るよりね、面白い写真になったんじゃないのかなと思うんですけどね。まあ、この場所は僕初めて来たんですけどね、そうやって思っても見ないのが撮れるのが望遠撮影と、それとね人気のない桜で撮るとね、そういう縛りがね面白いんじゃないかと思うんですけどね。でちょっと歩いてきましたけども、これ、ね、明治学院大学のグラウンドの周りを桜が取り囲んでるんですね。でこれね、グラウンドの向こうにもね桜が見えるので、このグラウンドの向こうの桜と手前の桜を、一緒に入れてね撮ると、なんかこう雰囲気があるんじゃないのかなと思って撮っています。こんな感じでね、なんかこう望遠でありながらねグラウンドを桜が取り囲んでると、そういう風な雰囲気にね、まあ、ちょっとはなったんじゃないのかなと思うんですけどね。で次はですね、山の向こうの緑とその手前の桜のね色の対比が綺麗かなと思って撮っていますけども、まあ、こんな風にね背景の緑から桜の花がくっきり浮き立つように撮っていましたけども、雑然としたね街中で撮ったと思えないような自然な風景でね、これもまあ望遠の切り取り効果というかね、望遠マジックなわけですね。でそろそろねこの並木道の終点に来たんですけども、これをね、抜けるとね向こうの方にもね桜並木が見えてきたので近づいてみますけども、であそこの桜に行く前にですね、こっちの方にねちょっとね面白いもん見つけたんですけど、ソーラーパネルがあってあそこにもね桜っぽいものがあるんですけど、一応ねこれね撮っていますけどね、こんな感じで、切り取り効果でなんかね SF に出てくるような別の惑星の風景のような変な写真になりましたけど、これはこれでなかなかね面白いんじゃないですかね。でソーラーパネルの横にね塔が立ってですね、あれ元よみうりランドらしいんですけど、その麓にねお寺があってね、でそのお寺の桜が綺麗なんで、これもね切り取っていますけども、こんな感じでねお寺に、桜が咲いていて、それ手前にね、まあ、住宅地があるんですけど、まあ、こういうね人工物と自然物と、そしてね、伝統的なものと現代的なもののねコントラストが面白いんじゃないのかなと思うんですけどね。でさらに、こっちの方に接近していきますけども、そうするとなんかやっぱり人がなんとなく集まってますね。あんまりね
人のいるところには、集まりたくないんですけども、こんな風にね川沿いにね桜並木があって、まあ綺麗なんですけども、でちょっとね橋から離れたところに来ましたけども、ここから見るとね桜の向こうに団地が見えるんですね。で私実はね団地育ちの団地っ子でね、団地にはこう郷愁の思いがあるので、これをね、切り取りますけども、ちょっとねしゃがんで、しゃがんだ方が団地と桜の重なりが大きくなるのでしゃがんで撮りますけども、とこんな感じになりましたけども、まさにね桜の向こうにね団地が見える、僕が子供の頃育った原風景の一部みたいな感じでね、自分としてはなかなかいいんじゃないかと思うんですけども、まあ私もねこの桜のトンネル通り抜けたいんですけど、今回はね人がいるところにはあんま近づかないというコンセプトで、ね、遠くの方から撮りますけども、まあでもねまあでもこんな風にしてね、撮りようによってはまあいくらでも工夫次第でいろんな写真も撮れるというわけなんですよ。というわけで今回はオリンパス OM 追光 200mmF4 というね、OM マウントのマニュアルフォーカスレンズで、桜を撮りましたけどね、あんまりこう人が近づかないような桜をこの遠くからね望遠で撮ると、まあ今時ですから、ね、人混みに出かけないようにと、そして観光地に集まらないようにとね、いうことでねみんな我慢しなきゃいけない時なので、そうじゃないそうじゃなくて撮れる写真というのをね、やっていました。まあ、今回ね望遠 200mm、 これ 400mm 相当の超望遠レンズになりますけどね、これ1本で撮ると、そういうね制約で撮ると、新しい発見がね、生まれるわけですね。で超望遠っていうのはねちょっとねレンズをずらすだけで全然別な構図で撮れるしね、でピントリング動かすとまたね全然違うんですね。そういうね面白さがあるっていうね、まあ、僕も実はねあんまり望遠レンズでこういう超望遠レンズでね桜なんか撮らなかったんですけどね、以上ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。あとコメント欄もね、ご意見ご質問お待ちしておりますので、何でもお書きいただければと思います。